ケチャップかけた方が美味しいね、多分。いや、もうそんなに混ぜたら食べれるの。あ、そう。ジャバ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 って何？ゴジャ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 混ぜたらっていう。はい。で、ちょっと納豆にキムチを。それあ、落ちる気や。肩なんとってよ。納豆にキムチを。あの水ダバダバ落とすの、なんとかならんのか、もったいない。いえいえ、危ない。よし。あのね、水もったいないき止めよう。なんも言わん。止めてなかったかな。止めてないから言うても。よし。はい、じゃあいただきます。こればあちゃん作った酢の物、なんか醤油がつるびしを入れたから色が悪い言うとったけど。あ、でも美味しいわこれ。あっさりしてて美味しい。カカタにはすごくいいわね。絶対ね、これそれキュウリよりかずっといい。でこれ、このオムライス風、不思議な食べ物。お味はいいと思うよ、食べて。あ、なんか玉ねぎだけやけどすごい美味しいね、このデミグラスソースというか。美味しいの？ミートソースが効いて。香りじゃわからんから。ケチャップよ、これ。ケチャップよ。いやいや。ケチャップなの。そのミートソースは何味付けても美味しいけどね。あ、これオムライスにしても美味しいかも。ほら、見てみやす。卵はちょっと。卵の焼き方がちょっとまずかったけどね。いや、でも。このデミグラスソースのきついのに、この卵を結構焼きすぎぐらい焼いたのが逆に合うかもしれん。そうやろ、トロトロより。うん、だから薄焼きにしなさいって書いちゃった。いや、だからこの熱くしっかりと焼かれた方がええっつってんのに。いや、綺麗に落ちるよ。水落ちてますよ、ポタ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 。ね、ちょっともったいないことはやめようね。うん、おいしい。力がないからこんなになるのよね。だってそれ力ひねるやつじゃないから。なかなか力がいいよ。もう変えたやん。線を弱けんのやから。うん。ごめんなさいね。違うやん、絶対あれ忘れてただけやん。違う、締めてるけどね。うん。きれいによう締めは。なんだって、よく押すだけやん。え？閉めるのは閉めすると思うけど、きれいにキュッと用意する。まあ、割り箸を用意らんのやからね。うん。もう手がこん。なんていうか。力は入らない。よし。はい。納豆。納豆美味しいね。あ、今日風呂入るんかね。風呂洗って入れとったらいい？入ったらいい。もうそうやね。入ったらいい。明日のお弁当のおかずも入れた。うん。
これはトモ君が持ってきてくれたの？知らない。そう。上人に効果、アルコールパワー。おばあちゃんこれ買ったんやね。忘れちゃう。多分。あ、美味しい。忘れちゃう。お味が良かったらね。うん。お味が良かったらええやん。美味しいとは思った。美味しい、美味しい。あ。うん。それこそお茶飲む。なかなかなもなかなほら、雨があんまりにも大降りする。泣きよったような気するで、遠くで。雷さんが何言うの？雷が。だから。だから雷じゃなくて、かなかなやって。いや。雷が鳴るからカナカナさんが言うな感じ。いやだからカナカナ泣いてたって遠くで。ああそう。ヒグラス言ってるのあれ。ヒグラスで。うん。美味しいこれ。そう。うん。もうちょっと ご飯を余計入れたら綺麗なあれになるかもわからないね。いや、これぐらいでいいね。そんなにご飯用ため。次は失敗せんと思うね。うん。トモ君にやらせてあげるのは綺麗にやるわ。巻くのがね。え？巻くやり方いつもと違うかったもんだって。いつもは上かけるの。うん。陽線から。うん。けど友博は やれそうな気がして。うん。米粒一つないです。それでまあ栄養はまあバランスは取れちゃうと。ウーロン茶美味しいね、やっぱり。あっさりして、飲みやすい。うん、ユズもいいきね、お酢も食べる。うん。納豆食べた。うん。あのね、情報と栄養のバランス。うん。あ、お魚食べだったね、今日。うん。ほら。毎日イワシ食べよう。うん。食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。お粗末さん。はい。